糸井川市大規模火災は、新潟県糸井川市において2016年12月22日、昼前に発生し、翌日の夕方の沈下まで約30時間続いた火災である。焦村範囲は、同市、大町及び本町の一帯、すなわち糸井川駅北側から日本海沿岸まで南北方向に大きく広がった地域である。市は糸井川市駅北大火と呼んでいる。 新潟県により災害救助法が適用された災害であり、また被災者生活再建支援法が火災では初めて適用された。2016年12月22日10時20分頃、新潟県糸井川市大町1-2-7の中華料理店にて大型コンロの消し忘れによって火災が発生した。小村地域に近い商店街の岩木小村した一帯は、 市街地中心部の糸井川駅から北側に位置している。一帯が主に昭和初期に建造された岩木像の商店街や木造住宅の密集地域であったことに加えて、焼山おろし、姫川おろし、出し風、地も、ん風等と呼ばれる強い灰により、北の日本海方向に延焼した。当初、糸井川市消防本部から十二体が出動した。しかし、火星の拡大から、 近隣の地方公共団体へ応援を要請、県外を含む31体など43体が投入され、地元の糸井川市消防団も50体が活動を行った。また、糸井川地区生ン組合にミキサー車による水の搬送要請を、国土交通省北陸地方整備局に排水ポンプ車等の支援要請を行った。さらに、新潟県は糸井川市に対して、 災害救助法の適用を決めるとともに、陸上自衛隊第12旅団に対して災害派遣を要請し、第2普通家連隊の155人が翌日13時30分の撤収要請まで捜索救助活動に当たった。現地では363世帯の744人に避難勧告が出された。折からの強風による飛び火で家点が分散したことに加えて、 応援による多数の消防車の放水で消火用水が足りなくなる等で消火に手間取り、火元から海岸に向かっての147棟を含む約4万平方メートルが焼損した。その結果、消火作業は同日20時50分の鎮圧まで約10時間半にわたって、翌日16時30分の鎮火まで約30時間を要した。火災現場人的被害は、 消防団員15名を含めて、中等症1名と、軽症16名の、軽17名であるが、死者は発生しなかった。その一方で、1650年創業で、新潟県最古の作り酒屋として知られている加賀の、石種の酒蔵をはじめとして、相馬漁風に、ゆかりの品を所蔵し、過去の糸井川での大化を免れて195年に、渡って存続してきた、 鶴木屋や北王子路三人、三空ひばり等の多くの著名人が宿泊したことで、知られる旅館等の老舗が消失した。また、延症地域内に位置する北越銀行伊東井川支店をはじめ、本町、大町地区に所在する金融機関ものきなみ休業を余儀なくされた。被害総額は文化的価値も含め、少なくとも30億円は下らないと見積もられる。本火災は、 多発的に出火する地震や津波の二次災害及び、東北地方太平洋沖地震に伴って発生した火災を除くと単一出火の炎症による火災の規模としては、2003年に栃木県黒磯市で発生したブリジストン栃木工場火災以来の家屋を巻き込んだものとしては1976年の酒田大火以来の大火となった。 12月22日9時から21時の天気図保温火災が発生した当日は、日本海側の低気圧にハエが吹き込み、糸井川市の気象観測点で出火推定時刻の午前10時20分に最大風速秒速13.9メートルを、糸井川市消防本部では午前11時40分に最大瞬間風速秒速27.2メートルをそれぞれ記録した。これによって、 暖かいハエが山を越えて日本海側に吹き下ろすと同時に空気を乾燥させ気温が上がるフェーン現象が起きており出火当時には気象庁から強風注意報が発表されていたまたこの気圧配置では広い範囲で大気の状態が不安定になり高知県南国市では突風が発生した各所で防火水槽の設置工事が進む災害救助法が適用され 焼け出された市民への公的支援を行うことになった糸井川市には、ふるさと納税が急増し、その寄付額は、本災害発生から3日間で、約5500万円に上り、2015年度の総額を超えた。被災者生活再建支援法により、全焼被害の家の住民については1件につき、国から300万円、新潟県から100万円の合計400万円の、 支援金が支給される。本来ならば、民間の所有地における火災では、焦損した建物や、瓦礫の撤去費用は原則として所有者の負担である。しかし、同市は、早期の復旧、復興を目的に、その費用の大部分を負担して、被災した世帯ごとに、見舞い金の給付も行うこととした。それを受けて、同市議会は2016年12月27日に、 これらに必要な補正予算案及び条例案を全会一致で可決した。さらに、与党幹部である自由民主党幹事長の二階都志宏は12月31日、糸井川市役所において県知事や市長に対し、瓦礫処理の自己負担をなくす政府の方針を伝えている。さらに、同市は民間企業の社宅と民間アパートの借り上げや空室となっている。 公営住宅の確保で必要十分な個数の住宅を被災者向けに用意した。なお、出荷元となった店舗の店主は新聞折り込みで詫び状を配布、謝罪したが、2017年6月26日に新潟県警糸井川署を通じて新潟地検高田支部へ書類送検され、同年7月31日に在宅起訴、同年9月27日に 新潟地裁高田支部にて初公判が開かれ、金庫3年の休憩で即日決心し、11月15日に新潟地裁高田支部にて金庫3年、執行猶予5年の有罪判決が元店主に対して言い渡された。建物が消失した、割烹、剣屋は観光列車、越後時めき、リゾート行き月下で運行当初から提供されている。 料理を担当しており、保健所の許可の下に、2016年12月28日から、代表者自宅庭に、仮設のプレハブ調理場を建設してで準備を始め、火災後最初となる2017年1月8日の運行から、弁当の提供を再開した。新潟県は12月30日、被災者生活再建支援法に定める、自然災害に該当するとして、 同法による支援を行うと発表した。強風による大規模火災に同法が適用されるのは初めてである。糸井川市は2017年8月22日、5カ年の糸井川駅北復興町づくり計画を公表した。被災地域4ヘクタールを中心とする17ヘクタールが対象。大火の教訓伝承などのため新設する。 防災と賑わいの拠点と再建を計画する加賀の一種像、剣家を結ぶ三角形のエリアを核とする。街並みは、岩木像など、伝統や住民、観光客にとっての魅力を重視し、日本海岸や商店街などとの関与を促す。共同住宅を整備して、人口の維持を図るとともに、海水も活用して、防火、消火力を高める。 一年経った2017年12月時点の糸井川市による集計では被災145世帯のうち73世帯が元の場所に戻る意向を示し15世帯が被災地で生活を再開した店など被災した56事業者のうちでは元の場所で事業を再開またはその予定であるのは22事業者で中心街の活力低下が懸念されている糸井川市は 耐価の再発を防ぐため、一部地域では高さ5メートル以上の耐価性が高い建物しか新設を認めない条例を施行し、防火水槽の増設を進めている。出荷時に被災地に住んでいた108世帯223人のうち約2年後である2018年12月1日時点で、被災地内に住居を再建済みか、その予定であるのは72世帯142人。 このうち、過半数が65歳以上で、高齢化が課題となっている。この他に進学、結婚、転居で、被災地外へ移った人やその意向である元住民も、いる。また、被災地内で建物を再建しても、費用負担が重いといった理由で、火災以前は、通りの景観を形作っていた、元木を設けない住民もいるという課題もある。 2019年12月時点で被災した108世帯中64%に当たる69世帯が被災地内で居住を再開したものの転出や死亡などの要因により2020年12月の時点では61%に当たる66世帯に微減している。また、被災した56事業所中被災地内で事業を再開したのは2017年までに9件。 2018年までに16件、2019年までに22件にとどまっている。また、糸井川市は Google ストリートビューにより、被災地のありし日の光景や復興状況のインターネットによる発信を行っている。対価の被害総額は、糸井川市消防本部の集計によると10億7724万6000円となった。2020年4月1日には、 大下の記憶を伝承する展示スペースと防火水槽を設けた復興ちづくりの拠点、北アルがオープンした。いずれも2016年。ありがとうございます。